さあ、もみじ川高校2番の片桐涼がバッターボックスに入っています。もみじ川はですね、2回戦がこれなかなか終わらなかった。これセンター前に抜けていく。2番の片桐ワンアウトからセンター前ヒットで出塁。あのもみじ川高校なんですけれども、雨天継続試合というのが2回にわたって続きまして、なかなか長い2回戦だったんですね。これをコールドで勝ってまいりまして、連戦ということになっております。これは一二塁間突破、痛烈な当たり、そしてライトがこぼれている。その間に二塁ランナーはホームイン。いや、福島さん、はい、やはり昨日から好調を維持していそうですね。これはそうですね、いい点の取り方しましたね。そうですね、ワンアウトから出塁、盗塁を生かしてタイムリーヒットも綺麗にライト前に抜けていきましたね、はい、なおワンアウトランナー一塁、バッターボックスには田内幸之助、高校通算でも5本のホームランを放っている。そしてここでも盗塁成功、2者連続の盗塁。これで再びワンアウトランナー二塁のチャンスを作ります、もみじ川高校です。変化球ショートの横を抜けていく。そして二塁ランナーは再びホームに帰ってくる。ホームイン2点目。4番の田内幸之助、この大会初のヒットがタイムリーになります。これはランナー飛び出していた。これは岡部のピックアッププレーになりました。1回の表、しかしもみじ川高校2点を先制しています。背番号4、まずはしっかりこう基本に忠実に丁寧に投げていけば大怪我はしないであろうと。そうですね、そんなにひどい制球力ないっていうわけじゃないですから、はい、いやしかしここは8番の松本空が内角のボールを引っ張ってレフト前に持っていきます。さあ、この回も連打が生まれるのか、もみじ川高校。まあ、それほどヒットの数が派手に多いというわけではなかったんですが、セーフティーバント、一塁はこれはアウトになります。結果的に送り形になりました。ラストバッターの吉成。益子は初戦では3打数の1安打。流したセカンドへの当たり、しっかり落ち着いて取って高橋智之2年生がさばきました。この回もみじ川高校0点に終わっています。ただもみじ川高校の松本、変化球ストレートともに非常にここまでは精度が高く決まっています。バッターボックスには松本涼太郎だが、これがライト線に落ちる。これは長打コースになりそう。一塁ランナーは三塁へ、打ったバッターも二塁へ。ガッツポーズ松本、失礼、高橋涼太郎がツーベースヒットを打ちました。ワンアウト三塁二塁のチャンスを作っています。そして高橋コンビの一人、セカンドの2年生高橋智之です。どのようなところを気をつけるべきでしょうか。低めはあまり振らない方がいいと思います。鋭い当たり、ショートの横抜けていく。そして二塁ランナーもホームに帰ってきた。同点、江戸川高校3回の裏反撃開始。1番2番と見事につながる連打。どうでしょう福島さん、はい、江戸川の打線は、あ、これも鋭い当たりだ。また初球攻撃、ファーストストライクを捉えていきます。これでさらにランナーがたまる。ワンアウト二塁一塁。これは当ててしまった。これで塁が埋まります。バッターボックスには5番の鈴木陸。何か指示があった模様ですが、これはショート難しい当たりだが、ホームは送球がそれている。そしてその間にセカンドランナーも帰ってきた。4対2、逆転に成功、江戸川高校。この回同点、さらに逆転と一気に攻め立ててきました江戸川高校です。三塁手がちょっとベース開けてるような気がするんですけど、これは大きな当たりがレフトを襲っている。レフトのこれは取ったぞ。しかし二塁ランナー
塁ランナーはしっかりと戻っています。そして三塁ランナーはタッチアップが成立しています。さらに1点を追加、江戸川高校5対2リードを広げています。打者一巡ということになります。空振り三振、これで3アウトになります。しかし江戸川高校ラストバッターから中軸がつながりまして5対2逆転に成功しています。この回は江戸川高校高橋智之からの打順です。鋭い当たりファーストの横抜けていきます。高橋智之今日2本目のヒット。4回に入ってからは両軍ともに動きなし。松本そして吉村粘り合いになっていますが、これは三塁への盗塁、隙を見逃さない。いや高橋の走塁も先ほどから見事、守備の乱れをついて一気に三塁を落とし込みました。鋭い当たり、フェア一塁線を抜けていく長打コース。そして三塁ランナーの高橋はもちろんホームイン。次の1点は江戸川高校に入った6対2。鈴木陸今日初ヒットが終盤で生まれた貴重なダメ足、6対2になります。変化球これもすくい上げるレフト、しかしもう一伸び足りません。これで3アウト。しかし江戸川高校7回の裏さらに1点を追加して6対2リードを広げています。バッターボックスには平、今日第1打席ではライト前ヒットを打っています。平追い詰められている状態でこれはどうか、センターあらかじめ右中間に守備位置を取っていた。あっという間に9回の表が終わってしまった。もみじ川高校4点ビハインドから逆転を狙いましたが届かず。江戸川区同士の戦いでした。江戸川高校が6対2もみじ川高校を破っています。